スジーブトヒラタクワガタは、高注目、クワガタムシか、オオクワガタ属、ヒラタクワガタ属の一種で、日本の固有種であり、上羽に、明確な太い筋が見られる、珍しいクワガタムシである。種小名のメトコシュタットスとは、後ろに、あばらのあるという意味である。体長はオス23から70.1ミ、mm、リメートル、メス26.5から41ミリメートル上羽には、 明確な筋が8本ある。世界の大クワガタ族の中でも、大型個体で明確な筋があるのは、スジブトヒラタクワガタだけである。体色は黒色である。大アゴは、先端が発達し、内側に強く曲がる。大きい内歯葉は、根本から3、5付近にある。頭部、前胸部は、荒い天国に覆われているが、メスや、小型オスの方が、特に荒い。 後足の側面のトゲはほとんど消失している。野生のオスでは30から50ミリメートル程度が多く55ミリメートル以上は少ない。近縁な種類は見つかっていないが DNA から台湾のミヤマヒ平タクワ型に比較的近いことが判明している。天見大島、カケロマ島、アタエロ島、受島、徳之島スジブト平田クワ型は天見ヒ平タクワ型よりも古い時代に この地域にたどり着いて進化したと考えられている。紅葉樹の森林に生息し、生息数はやや多い。成虫は活動期が4月下旬から10月で、発生のピークは7月である。スダジーやアカメガシワなどの紅葉樹の樹液などを餌にしている。樹木の根本近くで活動していることが多い。メスは紅葉樹の立ち枯れの地、チューブや、 倒木の株などのやや湿度の高い朽木に産卵する。成虫での寿命は1から3年である。産卵から約1ヶ月ほどで孵化した幼虫は、やや湿度の高い地中の朽木を食べて育つ。幼虫期間は約1年である。蛹になるために、春に蛹室を作り始めて、約1ヶ月かけて、蛹となる。蛹から羽化までは、約1ヶ月である。さらに、 ウかから約1ヶ月経ってから、サナギ室を出て、活動を開始する。同地域に、天見平タクワ型と混成しているが、標高によって住み分けているとする説と、住み分けしていないとする説とがある。天見平タクワ型の発生のピークは8月であり、時期的な住み分けがあるとも言われている。また、天見平タクワ型との雑種が過去一例のみ、発見されたことがある。 ありがとうございます。